うもチョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回はですね、ファイアローフレフガンクレセリアっていうパーティーでハイパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手がギラティラですね。まあ、これは出し負けてるので、まあ、どうしようかなって感じではあるんですが、まあ、とりあえずね、空を飛んでいってから考えようかなと思います。まあ、空飛んでいって合ってることができれば、ムーンフォース一発圏内になるんで、なんやかんやできるかなってことで、まあそういう風に しようかなって感じですかね。だから相手が打ってきたのは原子でしたね。原子を覚えてるのか。原子を覚えてるってなるとちょっと厄介だなって気はするんですが、原子だったら、かもしれないですね。もしかしたら、影打ちを覚えてないかもしれないですね。影打ちを覚えてなさそうな雰囲気があるので、それであればクレセリアで戦えるんじゃないかな。なので2発目打っていって、まあシルラ剥がしたらクレセリア投げていこうかなと思います。というわけでね、空を飛んでいって、で、シールド剥がしたらクレセリアですかね。多分ね、覚えてないと思うんですよ。まあ、原子とドラゴンクローですよね、大体。組み合わせとしては。相手としては溜めて下げるんじゃないかな。そうですね、やっぱり溜めて下げてきたので、まあ、そこはね、ちゃんと見てからね、技を打っていって。で、あれ、甘えてきてますね。うん。これ、あれかな、ギラティラーマーマみたいなパーティーなのかな、もしかしたら。なんかそんな気がしないでもないですね。だとしたら、結構戦えるんじゃないかな。うん、なんか悪くない気がしますね。うん。ここさえ踏ん張ってしまえば、なんかいける気はしますね。だけでもう一発ムーホスを打っていって、で、相手はまだ受けられるから受けてくるかな。そうですね、受けてきましたね。で、こっちはこっちで受けられるんで、まあ受けながら戦っていこうと思うんですけれども、まあとりあえず先に草結び打てたんで、まあこれで相手が張ってくるか張ってこないかですかね。まあシルド残り1枚しかないんで、おそらく張ってこない、あ、張ってきましたね。うん。そうか。じゃあここで対面頑張って返したいですね。なんかそれができたら、多分、キラティナーマーマだったらいけるんじゃないかな。うん。なので、どうしようかな、これ。あ、張らなかったっすね。うん。まあ、タイミング返さないのか。そっか。うん。まあ、ファイアローで来てもらってって感じですかね。うん。というわけで、ファイアローで来てもらっていって、で、空を飛ぶ、溜めてからね、ギラティナーを迎え撃つって感じになると思うんですけれども、どうだろうな。まあ、おそらくギラティナーが来ると思うんですが、まあ、とりあえず空飛べたんで、まあ、これでダメージ取っていって、で、あと相手が、ね、張ってくるか張ってこないかなんですけれども、どうだろう、あ、張ってくるってかもう残ってないのか。うん、まあダメージ取っていって、で、あれですね、原子打たれちゃいましたね。うん。まあでも OK でしょう。ここまで削ってしまえば、うん、まあこちらの読み通り相手のラストがね、甘えるだったら、まあ普通に戦えると思います。だけでね、まあここでフレフワン投げていって、うん。で、まあもう一発原子飛んでくるんですけれども、まああとはあれですね、削り合いですかね。で、まあ実際最後出てきたのは甘球で、まあ、ギラティナ甘々は昔からあるパーティーなんで、まあ、ここら辺は読めましたね。ただ相手の方が回転が早いので、先に打たれちゃうかな。先打たれちゃいますね。あ、でも OK でしょう。この HP だったら、なんだ、焼き尽くすで持っていけるんで、持っていって、で、あれですね、かね、戻ってきたギラティナに、空を飛んでいって勝ちって感じですかね。まあ、あれですね。まあ、なんすかね、パーティー読めたんで、あ、もう倒してますね、ギラティナは。うん。対戦ありがとうございました。ずっとね、ちょっと喉の調子が悪くて、なんかね、気合い入れて、なんだ、声張って解説できないんですけれども、うん、なかなかきついですね。どうしても咳が出てしまうんで。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がクレセリアということで、まあ、未来予知を覚えてるかどうかってラインだと思うんですけれども、まあ、最近は結構覚えてることが多いんで、うん、まあ、どうしようかなって感じではありますね。とりあえず、なんだ、ニトチャで積んでいって、まあ、様子を見ていこうと思うんですけれども、回数的にこれはあれだな、うん、未来予知覚えてそうな回数ですよね。なので、まあ、貼っていこうかなと思うんですけれども、どうかな、あ、実際覚えてましたね。うん、覚えてましたね。うん。そうなってくると、なかなかね、めんどくさいなとは思うんですが、まあ、でもいいかな。なんか、ファイアローで、無理やり押していっちゃっていい気がしますね。もう一枚貼ってでも、突破していこうかなと思います。だけでまあそのまま突っ込んでいくんですが、ぶっちゃけ張らなくても多分ね、これ、まあ一発なら耐えるはずなんですけれども、うん。まあでもここまで来たらもうあれかな、シールド2枚貼って HP いっぱい残しといた方が良さそうなんで、うん。そういう感じにしました。で、焼き尽くすで持っていけたらいいんですけれども、いけましたね。うん。で、まあ裏のポケモン見ていきたいんですが、出てきたポケモンが、リザードンか、ちょっと厄介なの出てきましたね。うん。リザードンか、まあ、空を飛ぶ相手は絶対張ってくるはずなんで、うん、あれなんですけれども、ただここでシールドは2枚持っていけるかな。あとはもうクレセリアで頑張って突破していくような形にしようかなと思います。だけど、ここでもう一発空飛んでいって、まあ、2ランク上がってるんで相手としてはね、張らざるを得ないんで、うん、なので、これでシールド剥がしていって、で、まあ、死に出しでいいかな。うん、もうだいぶ起点作られちゃってるんで、まあ、ここで相手に打たれちゃうんですけれども、まあ、耐えないですよね、ブラストバンおそらく。
うん、この HP はさすがに耐えないかな。うん、まあでもね、クリセリア無理やり押していくって形にしようかなと思います。だけでね、まあクリセリア投げていって、うん、結構ね起点作られてしまってるんでね、クリセリアも突破されちゃうと思うんですけれども、うん、まあなんすか、できるだけ削ってもらって、あとはフレグワンに託していくって感じにしようかなと思います。だけど相手がブラストバン打ってきて、でこっちはあれかな、ムーンフォース打っていったんですけれども、うん、まあ受けられるんで、ってか相手もシールド残ってないんで、まあ受けるしかないんですが、どうだろうな、この後、うん、でも思ったら削れないな、もうちょっと削れればよかったんですけれども、こっちはムーンフォース、ムーンフォースじゃないや、なんだったっけ、プラストバン一発は耐えるんじゃないかなと、うん、多分これギリ台しますね。うん、で耐えてもらって、で草結び打っていって、まあこれでなんとかね、リザードン突破できるので、あとはラスト次第って感じですかね、うん。もうあとはもう本当にただ殴り合うだけなんで、まあポケモンの相性なんですけれども、まあ出てきたのがビリジオンだったので、まあまあってラインかな。うん。相手のリーフブレードが3発間に合ってしまったら負けって感じだとは思うんですけれども、まあでもその前に、うん、倒しきれるんじゃないですかね。一応弱点ついてますし、うん、なんとかギリギリ、まだこっちが間に合いそうだと思うので、うん、まあそれで勝ちきれるとは思いますね。だからまあそのまま突っ込んでいって、相手もゲージをしっかり溜めてきてはいるんですけれども、うん。ただ、CCT 見せましたね、今相手。あ、CCT にならないか。そうだよな、3ターン技だからな。ならないよな。うん。で、相手がリフブレル打ってくるんですが、まあ、ここまで来てしまったら、もうこちらがね、ゲージ技打ってるんで、まあ、これで勝ちですかね。まあ、10番ボルト打ったんですけれども、まあ、どちらにしろ勝ちでしょう。うん。対戦ありがとうございました。うん、最後はね、お互いノーガードの殴り合いになっちゃったんですけれども、まあ、ポケモンの相性でね、なんとか勝ちきれましたね。で、まあ、次の対戦なんですが、爆風か。ちょっと嫌なポケモン来たら、これどうしようかな。空飛んでった方がいいのかな。空飛ぶ2発で倒せそうな感じありますよね。どうするんだろう。うん。あ、でもニトチャ打ってきましたね。これニトチャ積んで、まあ、少しでも有利に立ち回ろうって感じなのかな。うん。まあ、シールド張ってくる場面なんで、まあ、そういう感じしたんだと思います。で、まあ、実際相手がシールド張ってきて、で、これ焼き尽くすの差し合い、相手の方が火力出てますね。うん。まあ、それならそれでいいかな。うん。で、相手が、ブラストバン打ってきて、で、こっちは空飛んでいくんですけれども、2発目撃たれちゃいましたね。うん、これはもう対面取られちゃうと思うんですけれども、まあでも、ある程度ダメージ取れたら、まあ悪くないような気はします。どうなんだろう。うん。で、まあ空飛んでいって、で、相手が張ってくるか張ってこないかなんですが、これあれですね、最初から、空を飛ぶ、どんどん撃っていく形にした方が良かったかもしれないですね。これ相手次、あれだよな、ブラストパン間に合っちゃうような気がするんですけれども、どうだろう。あ、変えてきましたね。うん。で、出てきたポケモンが、あれっぽいな。なんだったっけ。電流。うん。まあ、でも、一発進んでるし、結構押せるんじゃないですかね。というわけで、まあ、起点をちょっと作らせてもらって、で、あ、撃ってきましたね。うん。まあ、撃ってくれる分には構わないですね。うん。まあ、ここで撃たせていって、で、こちらは、あれですかね。なんだ、フレグワンを投げていくって感じですかね。まあ、フレグワンだったら、まあ、10万ボルトを撃っていけば、相手の、なんだ、爆風は突破できるんで、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思います。で、おそらくこれ、あれかな、草分けとかだと思うんですけれども、うん。まあ、でも、全然食らえるんで、うん、まあ、普通に受けていって、あ、雷パンチでしたね。まあ、でも、それならそれで、どちらにしろ受けられるんで受けていって、で、ここは、あれっすね、爆風戻ってくるのかなと思ったら、あ、戻ってきましたね。うん、で、ブラストバン打ってくるんですけれども、うん、これはどうなんだろうな。まあ、フレフワン裏に逃がしてったんですが、うん、まあ、フレフワンね、まあ、食らえないじゃないですか、これ。うん、ブラストバン。なので、まあ、クレスリア投げてったんですが、まあ、とりあえずここで草結び打ってたんで、まあ、これで相手の爆風を突破していって、あとはラスト次第ですかね。うん。まあ、結構ね、シャドウのブラストバンはやっぱ痛いですね。で最後出てきたポケモンが、あれか。ブルンゲルか。まあまあってとこですかね。うん。まあ、とりあえず、まあ相手に技打たれたくなかったんで、まあ先に草結び打っていって、まあダメージ取っていった。あとはフレフガンの技が間に合うかどうかってラインかな。まあ10万ボルト多分打ち込めると思うので、なんとかなるんじゃないですかね。だけど相手がここで、波乗りだったら耐えるんじゃないかな。シャドーボールは無理だと思うんですけれども、あ、しっかりシャドーボール打ってきましたね。で、あとはフレフガンが、10万ボルト。間に合うので、まあ、それで勝ちかな。まあ、相手にブラ、なんだ、シャドーボール、まあ、これ打たれちゃうんですけれども、フレフガンの、耐久力と HP だったら、これ耐えますね。別に抜群疲れてないんで、うん。これ耐えてもらって、で、まあ、10万ボルト打って、こちらの勝ちですかね。フレフガンがね、10万ボルト覚えてるっていうのがね、なかなかいいですよね。水ポケモンとか、あとはファイアローとか飛行ポケモンにね、ダメージ取れるんで、うん。
対戦ありがとうございました。このパーティーはドッグクラゲがいなかったら戦いやすかったですね。ドッグクラゲだけはちょっとね厳しかったんですけれども、うん、で、まあ、次の対戦なんですが、相手がデンチュラですね、まあ、これは出し勝ちって言っていいんじゃないかな。お互い弱点付き合うんですけれども、うん、通常技の差し合いでこっちが有利だと思います。で、相手の引き先がバルジーナということで、これあれですね、うん、おそらく最後のポケモンあれですね、あのなんだブルンゲルですね。有名なパーティーですよね、デンチュラ、バルジーナ、ブルンゲル、うん、まあ、そうなってくるとどうだろう、まあ、フレフアンが結構鍵握るなって感じではあると思うんですけれども、まあ、でもあれかな、普通に戦っていきますね。ここが圧倒的に有利なんで、うん、まあ、ここでゴリゴリ押していって、で相手のデンチュラは、まあ、ゲージ溜まってないですし、溜めたかな、溜め引きしたっけ、まあ、ちゃんと見てなかったんですけれども、まあ、でもどちらにしろあのフレフアンが技打って去ることができそうなんで、うん、なので、まあ、悪くはない展開作れてるんじゃないかなと思います。で、相手がね、ツバメ返しでどんどんダメージ取ってくるんですけれども、まあ、結構ね、手数でゴリゴリ削ってきましたね。で、相手が何投げてくるかな、デンチュラ投げてくるのかな、どっちだろう、あ、デンチュラ投げてきましたね。デンチュラ投げてきたので、まあ、ムーンボス打ってるんで、うん、まあ、ここはあれですね、シールドを奪えますね。まあ、シールドを奪ってしまえば結構いけるんじゃないかな。だけで、いけるところまでどんどんフレフアンで、まあ、押していって、で相手としてはゲージ入ってくるかな、どうだろう、あ、そのまま貯めてきましたね、うん、まあ、でも OK でしょう。ここまで追い詰めてしまえば、あのシールド張りながら戦っていけばね、普通に戦えるん で相手が溜め引きしてるんで、あれですね、あのとりあえずここで空を2発飛んでいってダメージ取ってからクレセリアを投げるって形で、まあ、OK だと思います。まあ、シールドをファイアローに残していく形でいいんじゃないかな。というわけで、ここでもう1発空を飛んでいって、うん、で、まあ、シールドアードは1枚取れてるんで、相手としては、まあ、張ってこないから食らえるんで、そうですね、受けてきましたね。で、まあ、ここでクレセリア投げていって、ゲージを吐かせてしまって、で、あとはね、ファイアルに託していくって感じで、OK ですかね。うん、相手のデンチュラが結構、ゲージ溜めてるんで、シールドはもう、あれですね、あの、ファイアルに残しておかないとまずいですね。だけど、そのまま突っ込んでいって、で、相手が、あ、こっち先打てましたね。草むすび打てたんで、まあ、これで張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、どっちでもいいですね。シールラード2枚取れれば全然勝てると思うので、うん。あ、張ってこなかったですね。うん、まあでもこの HP だったらもう全然大丈夫でしょう。もうファイアルを大事にするだけで勝ちは確定なんで、まあ、ここで飛びかかられようが何しようが、うん、あのファイアルで燃やし尽くしていけば、まあ、勝ちですかね、うん、というわけで、打てるかな、あ、打てましたね、うん、これ打てたのだったら話早いですね。もうシールド空いてなくなるんで、うん、あとは、ファイアルで、うん、詰めていけば勝ちなので、うん、まあ、全然 OK だと思います。というわけで、相手が、うん、あ、諦めましたね。対戦ありがとうございました。まだ一定数あれですね、デンチュラ、ブルンゲル、バルジーナみたいなパーティーいますね。うん、まあその手のパーティーには 2,3 回当たったんですけれども、まあ、このパーティーは全部勝ち切ってますね。で、まあ実際次も、まあそんな感じなのかな。うん、まあデンチュラが出てきて、で、まあ技1の差し合いではね、こっちが有利なんで、まあ相手が途中でね、引いてくるので、まあそこにはフレクが合わせていってっていう。まあさっきと同じ流れですかね。うん。まあ、流れとしては全く同じなんで、うん、普通に詰めていけると思います。で、まあ、手数でどんどん押してくるんでね、まあ、結構フリフワン削られちゃうんですけれども、まあ、ゲージ溜めた状態で後ろ向かい打てるんで、まあ、悪くはないんじゃないかなって思いますね。うん。で、相手が、どんどんつまめ返し打ってきて、時間稼ぎながらやってくるんですけれども、まあ、逃げるのは不可能なんで、うん。そのまま甘えるで倒させてもらって、で、戻ってきたポケモンに技を打っていくって形で、シールドアドを取れると思います。だけで、相手がここで、もう一発つばめ返し打ってくるんですが、まあ、OK でしょう。普通に受けていって、で、あれですね、甘えていって、これで倒しきれるかな。で、さっきはデンチュラが戻ってきたのかな？デンチュラが戻ってきたと思うんですが、今度ブルンゲルから入ってきましたね。まあ、ブルンゲルだったら10万ボルト打った方が良かったかな。まあ、でもどちらにしろ、まあ、受けてくれるとは思うので、うん。まあ、これ受けてもらって、で、まあ、削れるところまで削ってからクレスリア展開って形で、まあ、OK だと思います。まあ、相手のデンチュラ貯めて引いてるんですけれども、こっちのファイアローも貯めて引いてるんで、うん。まあ、シールドはね、ファイアローに託しながら戦っていけば勝ち切れますね。で、相手が波乗りを打ってきて、で、ここには、クレスリア投げてくるんですけれども、まあ、クレスリアでシャドウボール全然一発食らえるんで、うん、まあ、受けながら戦っていって、で、まあ、ドハツになりましたね。うん、まあ、相手が張ってくるか張ってこないかなんですが、どうだろうな、張ってくるのかな。うん、まあ、どっちでもいいんですけれども、まあ、とりあえずシャドウボール打ってきて、で、こっちの草結びに対して相手が張ってくるか張ってこないかなんですが、うん。まあ、ファイアローの姿見てるんで、まあ、張ってきてもおかしくはないと思うんですけれども、張ってきましたね。
うん、で、まあ、途中でデッチラ投げてくるのかなって気はしてたんですが、なんか投げてこなさそうですね。うん、なら、あれかな、草むすびって言ったんですが、まあ、相手が、まあ、交代機してきて、うん、まあ、でもそれはそれで OK ですね。うん。まあ、普通にファイアローで追っかけていって、まあ、シールアローをね、武器に戦っていけば、まあ、勝ちきれると思います。というわけで、相手がね、ここで、なんだ、まあ、放電なり飛びかかるなり撃ってくるんですけれども、うん、まあ、こっちもね、ゲージ溜めた状態で、戦ってるんで、まあ、全然無理なく戦えますね。むしろ、なんだろうな、空を飛ぶ一発で相手、ぶっ飛ぶって、うん。まあ、いけると思います。というわけで、相手がシールを張ってきて、で、どうしようかな。このまま焼き尽くしていっちゃって OK ですね。うん。焼き尽くさせてもらって、で、戻ってきたブルンゲルに空を飛んでいくって形で、まあ、対処できると思います。で、相手が、まあ、飛びかかってくるんですけれども、うん、まあ、焼き尽くすで倒しきれるかな。うん、で、まあ、空飛んでいって2発飛べると思いますね。うん、試させてもらったんで。うん。というわけで、まあ、空飛んでいって、まあ、攻撃弾2回引かれてるんですけれども、さすがにね、もう2発撃たれたら相手も耐えられないんで、まあ、こちらの勝ちですかね。まあ、さっきとちょっとね、戦い方とか相手が、出してきたポケモンが違ったんですけれども、まあ、どちらにしろこんな感じで、うん、このパーティーは勝てますね。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、このパーティーはそうですね。まあ、さっき言ったように、まあ、毒クラゲがいなかったらかなり勝ちやすかったですね。まあ、最後に特に毒クラゲが出てきた場合、まあ、ほとんど何もできなかったんですけれども、うん。まあ、でも、なんだろうな、やっぱりちょっとフレグアンとかに意外なポケモン使ってるんで、うん、まあ、そこが相手としてはね、結構厄介だったような気はしますね。やっぱりフレグアンが、まあ、10万ボルトとか、うん、しっかりと、なんだろう、空飛んでるポケモンとか水ポケモンとかにダメージ取れるような技を持ってるので、うん、まあ、そこもね、なんだろうな、相手としては、うん、注意しなきゃいけない場面なのかなって思いますね。で、まあ、パーティーはどうなんですかね。パーティーというか、まあ、技構成、うん、まあ、空を飛ぶ採用してるんですけれども、ぶっちゃけブレイバードを採用してもいい気はしますね。ブレイバード一発入れとけば、大体ね、他の技で、確定で一発取れるような、うん、HP まで持っていけるんで、うん。空を飛ぶだとやっぱり、まあ、最低でも2発当てなきゃいけないみたいなところもあったりするので、うん。まあ、そこはちょっと技構成変えてみてもいいかもしれないですね。あとは、ま、ドッグラゲ対策に、クリセリアの技に未来予兆を覚えさせるとか、うん。まあ、そういう感じにして、まあ、炎対策にもなりますしね。うん。まあ、そういう感じにしてもいいんじゃないかなって思います。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。